んで、できるだけ手間を省いて、これをうまいとヘルシーだし、ゴージャスな気分になれる。はい、皆さんこんにちは。プラスリポロキンザ料理長星野照彦です。この料理教室では、普段僕たちがレストランでやっている料理をなるべくそのまま、再現したいと思っています。これを見ながら、皆さんにですね、とって、何か参考になれば嬉しいと思います。それではやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは。今回はラビゴトソースを作ります。テーマはお家でヘルシーフレンチです。今日のメインは豚しゃぶですね。豚しゃぶを使ってお家でフランス料理を作ると。でこのフランス料理なんですけど、とってもヘルシーで、色鮮やかで、そして豪華な気持ちにさせてくれるような野菜たっぷりの、ソースです。ラビゴトソースで調べるとたくさんのレシピ出てきます。たくさんのレシピ出てくるんですけど、今回僕が提案するのは、そのトマトをベースとした、ヘルシーで味わいも美味しくて、とっても食が進む、そんなレシピです。今回豚しゃぶに合わせましたけど、もちろん温かいお魚料理、またはちょっとさっぱりとした、鶏肉料理も合いますし、野菜の天ぷらとか、そういう温かい料理ももちろん合います。また、サラダにかけるドレッシングとしても大丈夫だと思います。とっても、汎用性のあるドレッシングソースの一つですので、ぜひですね、覚えていただいて、いろんな料理に使ってもらえたらと思います。そしてまたラビゴトソースっていうのはこのレシピだけではないです。いろんな、入れる食材を変えてもとっても美味しくなりますので、一つこれを基本として、いろんなものを、好きなものを入れてもらってもいいと思います。ぜひ最後までご覧になって参考にしてみてください。それでは最後までご覧ください。じゃあ早速始めていきたいと思います。材料こちらですね。今日はまずラビゴトソースを作ります。ラビゴトソースは、トマトをベースに、作っていきます。トマト1個に対してエシャロットですね、ベルギーエシャロット、これ半分ぐらいでいけると思います。それから、お餅に引き続きケッパーまた使います。パセリのみじん切り用意しておいてください。それからごまですね。そして、白ワインビネガー、白ワインビネガーとこれエクストラバージンオイル、そして塩です。もう一通り分量出してありますので、概要欄から確認してください。そして今日は豚肉のしゃぶしゃぶを使って、ラビゴトソースと合わせてお家でも簡単に作れるという、フランス料理を少し紹介しようかなと思っています。じゃあですね、早速やっていきます。まずはトマトですね。トマト1個、塩もんでします。塩もんでっていうのは皮を剥くってことですね。僕の動画で何回か出てきてるので、もう何度も目なんですけど、ここだけくり抜きます。軽く10文字入れましょう。そしたら、沸いたお湯ですね。沸いたお湯の中に、5秒です。入れて1、2、3、4、5で素早く氷水に落としてください。これで終わりです。たったこれだけ。はい、そしたらこっち戻りますよ。はい、まずはトマトのエモンデからやっていきます。そしたらもう簡単に皮は剥けるので、この一手間だけはちょっとめんどくさいんですけど、やってもらった方がいいかなと思いますね。どうしてもこのトマト皮1枚が口に引っかかってしまって、口当たり悪くなっちゃうので、なるべくお家でやる場合は手間を省きたいんですけど、この手間だけはやってもらった方がとっても美味しいってなるかなと思います。こんだけつるんと綺麗に剥けますので。はい、そしたらまずトマトからじゃあやっていっちゃいますね。はい、半割りします。そして、中の種は水っぽいし、トマトが嫌いな人っていうのはこの種の実は嫌いな人が多いですね。このちょっと独特の酸味というか、酸っぱいのが種は持ってるし、少し水っぽいのでここは外しちゃいます。もしトマトソースなんか作る時に、この種なんかも一緒に煮込んでしまえば、使えますので、
捨てるではなくて、そういう煮込みとかに使ってもらえばいいかなと思いますね。はい、こういう風に種を取っておきます。そしたらもうこれがソースになるので、これを半分にします。で、5ミリ角ぐらいにこう切っていってください。ここにして、今日丸々1個使って1個分のラビゴットソースを作ってみたいと思います。ラビゴットソースっていろんなお料理に使われるので、一つのレシピというか、いろんなラビゴットソースって書いてあるレシピがたくさんの入る材料変わってきたりします。で、今回もごまとかね、ちょっと変わった食材入れてるんですけど、それは、まあ、豚に合わせるには何が美味しいかなって考えて今回こうしています。でもね、このラビゴットソース本当に美味しいので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。で、実は豚だけじゃなくて、いろんなお料理にも合いますので、ちょっとね、一回ね、味をね、見てもらったらいいですね。で、こんな感じです。こんな感じですね、トマト。そしたらエシャロットいきましょうか。じゃあこれトマトこっち置いてますね。エシャロットは、半分ぐらいでいいですね。エシャロットみじん切りしていきますね。ゆっくりやりますね。ここで最初にきれいにまっすぐ細い線を入れておくと後々が楽になります。最初の仕事を大雑把にやっちゃうと最後きれいにするのはちょっと大変ですね、逆に。だから最初丁寧にゆっくりやった方が結果的には早くきれいに丁寧に仕事は終わります。こうですね、こんな感じになります。で、最後こっちちょっと余っちゃうので、ここはここで最後まで使い切るようにします。で、もう少し細かく、まあ、こんな感じですね。これをシズレって言いますね。エシャロットシズレです。はい、これはじゃあトマトに合わせちゃいます。トマトの量に対してエシャロットこれだけ入ります。でも、とってもエシャロット美味しいんで、ぜひ入れてみてください。はい、これで、切り物は終わりですね。じゃあ次行きたいと思います。はい、そしたら今トマトとエシャロットですね。で、材料があとこちらですね。ごまを軽く入りましょう。フライパン、何もしてないです。何もしてないフライパン、きれいなフライパンに入れて、入ります。弱火でいいので、少しいって香りを加えてあげましょう。豚しゃぶといえばごましゃぶ、まあ、ごまが美味しいっていうイメージはなんとなくありますよね。で、ごまだれではなくて、ごまを使ってソースを作る、違うごまの使い方ですね。はい、はい、これぐらい軽くいればいいと思います。サラサラになります、とっても。もうね、これ入れちゃいますよ。大丈夫です、家庭なんでね、できるだけ手間を省く。今工場ですよ。じゃあここに次は、少しオリーブオイル敷いてもらって、ここにケッパーを入れて、ね、ケッパーをソテーします。
まあ、もちろん生でも食べれるケッパーなんですけど、少しソテーしてあげて、少しソテーしてあげることで味がね、あのまろやかになって、なおかつローストした香りがつくので美味しくなるんですよ。単純にあのピクルスとして使うような意味合いでケッパーを使ってももちろん美味しいんですけど、この場合はそうではなくて、少しソテーした香りをプラスしてあげる。焼いた香りをプラスしてあげます。ここでこういう感じ、ちょっと変わってきますね、表情が。ツーンとした酸っぱいっていうケッパーが、こうローストした、お、うまいっていうケッパーに変わるんですよ、ちょっとソテーするとね。はい、ちょっとこう揺すりながらでいいので、こんな感じになっていきます。はい、ちょっとこう潰れた感じになってきます、ソテーすると香ばしく焼くようなイメージですね。でこれぐらいで大丈夫です。で火止めて、バットの上に紙引いて、これで一回この余分な水分と油は、拭っておきます。はい、こういう、ケッパーになります。少しこうカリッとして香ばしい香りと、酸が少しまろやかになった風味になります。でこれもしっかりえぐてしたら、紙で水分を拭ったら入れてしまいましょう。はい、そしたらもうあとは合わせるだけですね。パセリのみじん切りも入れます。はい、白ワインビネガーを入れます。これエクストラバージンオイル入れます。そしてお塩ですね、お塩入れます。これを合わせてください。そうするとこういうとっても爽やかなすっきりとした味わいのトマトソース、フレッシュのトマトソースですね、ラビゴットソースが出来上がります。よし、まあ、本当に合わせるだけでいいです。シンプルなんですけど、とっても味わい深いというか、口の中を爽やかにしてくれるソースです。なので、今回豚のしゃぶしゃぶに合わせますけど、ローストした豚にももちろん合います。または天ぷらなんかにも合うかもしれないですね。だから揚げた熱々の熱々の天ぷらにこれかけて食べても美味しいかもしれないし、また言いましたけど、鶏や豚とか鶏をローストしてソテーしてカリッと焼いたソテーにこれをかけても美味しいかもしれないですね。はい、ちょっと食べてみますね。こんな感じです。ごまがまた、今回はこのごまが本当に効くんですよ。これぐらいいっちゃいます。うまい、うまいです。よし、そしたらじゃあ続きいきますね。お湯を沸かしてあります。あとはもう豚を、火を入れていきます。まあ、今回は家庭で、簡単にフランス料理を楽しむっていうのをベースに考えていて、しゃぶしゃぶでやろうと思います。バラと肩ロース買ってきました。さっと入れちゃいましょう。もう全部入れちゃいましょう。はい、全部。
まあ、色が変わったのを待てばいいですね。豚なのでしっかり火入れてもらっていいと思います。しゃぶしゃぶにするとヘルシーだし、この今回のソースもとってもヘルシーなので、あの誰でも楽しめると思いますね。で、氷とかに、氷水に落とさない方がいいですよ。あの豚の脂が逆に固まっちゃって、あの味わいが、口当たりが悪くなるんで、このままザルにとって冷ますのがいいと思います。これが肩ロースですね。これバラですね。バラも同じように入れます。こうやってしゃぶしゃぶにすると余分な脂が抜けて、本当ヘルシーに食べれますよね、お肉が。で、たまには少しこうフレッシュなソースと一緒に食べてみたいという時に、今日お見せするソースをぜひね作ってみてください。はい、こっちが肩ロース、こっちがバラ肉ですね。まあお好きな方を召し上がってもらえばいいと思います。じゃあこれで豚肉が火が入りました。そして、ごまの入ったラビゴットソースがありますね。これをかけて最後盛り付けの方に行きたいと思います。じゃあ盛り付けの方行きたいと思います。豚しゃぶですね。豚しゃぶもうこれメランジェしちゃいます。こうやってミックスですね。メランジェってのはミックスすること、混ぜることですけど、バラ肉と肩ロース肉両方、合わせてお皿の真ん中に置きます。まあなんかレタスとかの彩りがあってもいいんですけど、十分このラビオットソースが彩りもあるし味も強いので、これだけで十分な一皿に変わると思います。で少しね、あの豚肉が見えるように盛り付けしてもらえばとってもヘルシーなんですけど、ゴージャスな気分になれる、そんなお料理だと思います。赤緑黄色の入った綺麗なラビゴットソースとさっぱりとした豚肉でどうぞ召し上がれ。それでは、これで、豚肉を食べる、豚肉で食べるラビオットソースの完成ですね。ボナペティ。鹿のステーキを作ろうと思います。本当には52度ぐらいです。ボナペティ。これがフランス料理というか、こういう一番シンプルなフランス料理を、料理教室としてやっていきたいと思っています。こういろんな調理法はフランス料理にいっぱいあるんですけども、それをこのレシピにして僕はこうだいぶ落とし込んで分かりやすいように書いて、そしてレクチャーしていこうと思ってます。せっかくこうレストランに来ていただいているので、僕らが普段やっているレストランの少し難しいテクニックとか、そんな技術もですねお見せできればなと思うので、家でできる料理とちょっとできないけど見てみたいなっていう料理、そんなものを少しずつ織り交ぜながらですねやっていきたいと思います。